リトルホープ、前回までのあらすじ。霧の中から少女が現れ、急ブレーキをかけたバスが横転。一方、とある6人家族の住む家では、幼い少女が引き起こした火事で、とんでもねえ始まり方なんだぜ。本動画で実況しているゲームはリーク分のホラーゲームです。グロテスクな表現が含まれますので苦手な方はご注意ください。それでも見てくれるって人はどうぞ。ゆっくりしていってね。さて前回の悲惨な火事の続きをやっていこうか。ゆっくりマリサだぜ。今思えば道路にいた女の子とメーガンって同一人物？ゆっくり霊夢です。一瞬でよく見えませんでしたが、髪型や背格好は似てましたよね。ヨウムダミョン。今はお葬式の最中のようです。お葬式って、前回亡くなったご一家の？多分そうだと思いますよ。None of us here today can understand why this tragic accident happened. But we can take comfort from the knowledge that the family are together. For eternity.In God's loving embrace. まさかあんな一瞬で全員死んでしまうなんて、改めて火事って恐ろしいんだぜ。ターニャの彼氏が来てますね。ターニャってあれか、メーガンのお姉ちゃんの。それにしても嫌な事件だったね。父親のジェームズは落ちてきた天井で圧死、母親のアンは煙により窒息し、兄のデニスは屋根から転落して死亡、姉のターニャは焼死。火事の原因であるメーガンもその場で助けを求めながら死にました。そういえばメーガンは、謎の人影と一緒にいたね。一家全員閉じ込めて家に火を放つなんて、あんな幼い子供の発想とは思えない。彼女の母親であるアンさんがこう言ってました。牧師の前で暴れそうになったと。あの放火事件と無関係とは思えないよね。お？アンソニー、燃えてる家に飛び込んでいったのに、生きてたのか？この人はアンソニーではありません。アンドリューさんですね。ええー、顔一緒じゃない？あーでも髪型は全然違うな。これどういう状況？今ここどこなの？アンソニー、じゃなくてアンドリューは額に怪我をしてますね。名前まで似てんな。あ、これって。冒頭で横転したバスだ。乗客は無事だったんですね。そういえば霊夢が道端で見たっていう女の子はどうなった？霧のせいで気づくの遅かったから、もしかしたら引いたかも。この方の名前はテイラー、大学生だそうです。この人も軽傷で済んだみたいだな。看病してくれてた人はジョン、彼は大学教授のようです。横転したのってスクールバスなの？Where the hell's Daniel? I can't find him. I don't know. 乗客はこの3人だけじゃないみたい。他の人たちの無事も確かめたいところだが、あのバス全員で何人乗ってたんだ？バスの中に残ってる人はいなさそう。運転手も見当たらないね。運転席に血痕とかはなかったが。Fucking thing, useless piece of crap! May as well be dead. Okay, take it easy. We'll figure out what to do.携帯も繋がらんか。今のところ死人が出てないのが幸いではありますが。お、ここにも誰かいるね。運転手か。服装からして違いますね。見た感じ大きな怪我はしてなさそう。外に投げ出されたってのに運のいいやつなんだぜ。この方はダニエル、アンドリューたちと同じく大学生だそうです。この人たちみんな学校帰りなのかな。Fuck. Where's my phone?ここにも女の子の遺体はなさそうなんだぜ。女の子が実在したかどうかが怪しくなってきましたよね。確かに見たと思うんだけどな。おい、奥にまだ人がいるぞ。え？この方はアンジェラ、社会人学生だそうです。この人もバスから投げ出されちゃったの？いやあ、皆さんご無事で何よりです。正直生きてるのが奇跡だよな。Hey! Anyone up there? Hey! Daniel, that you? John! Good to hear you! Daniel? Taylor, you okay? I'm good! We're fine too, thanks for asking. You okay down there? I'm alright! Nothing I can't deal with! Hey, John!Any idea what caused the crash? Not sure. Looked like the driver swerved to avoid something in the road. He down there, by the way? Nope. No sign of him. Weird. He isn't up here either. Can you get back up to us? Looks pretty steep. I see a trail down here I could try. Great. Take the trail. Should take you to the road. We can regroup there. That's a plan. See you soon.この人たちはみんな知り合いみたいですね。だが運転手と女の子は見当たらないんだぜ。Hey Taylor, help me get Andrew up on his feet, will ya? Wait, I don't remember anything. Who are you? It's okay. You're concussed. I'm John, you're a college professor. We were taking a bus on a field trip, but that didn't work out so well. Crash wasn't on the curriculum.
We'll find the others, get some help. Think of it as a character building exercise. 人格形成ったって、オットキューティーだ。Teamwork at its finest. I had this dream. It was so real. Flames all around us. It was grim. That bang on the head must have been a beauty. 炎に囲まれてって、あの火事のこと言ってんのか？あの火事は全部アンドリューの夢だったんですか？夢だったんならいいけど。あ、今は霊夢が操作できるみたい。もう一回バスの中を見たいな。爆発したりしないですよね。Hey, that's the wrong way. We should walk towards town. All three of us together. 誰もいなさそう。運転手が持ってた本が落ちてるね。どれどれ？なんだ？この本、野生の魔術？運転手さんオカルトに興味が？不気味な本ですが中身も読んでみましょうか。異教信仰について書かれているようです。かなり長いのでかいつまんで読み上げますね。あの運転手異教と信仰してたのか？異教信仰の呪物についてですね。呪物の仇には意味があって、自分だけの術具を作ることで霊的なつながりが高まるとかなんとか。頭が痛くなりそうな内容だね。何言ってんのかさっぱりわからん。お次のページには手作り人形と身代わり人形について、人形とポペットは、特定の人物を表すために作成される。身代わり人形は通常、破壊されるために作られる。押しつぶし引き裂かれるために作られた身代わり人形。これを破壊することで、世界から呪いが取り除かれる。は、なんだこの本、人形破壊したら世界から呪いが取り除かれるだ。なかなかぶっ飛んだ内容だね。さて結局バスには誰も残ってなさそうなので、他のメンバーと合流しましょうか。あいあい。しかしキリが濃いわね。数十メートル先が見えません。注意して歩きましょう。看板があるぞ。なんて書いてあるか確認してみてくれ。これカントリーサインじゃない？ライトアップされてはいますけど。電球が今にも消えそう。リトルホープへようこそ。ってやつだね。なんか落書きされてんぞ。アバンドン。意味は？放棄ですね。アバンドンホープか。希望を捨てろってことか。誰がこんな不穏な落書きを。とはいえこの先に街があるのは確定だ。バスの事故のことを知らせる必要があるんだぜ。行方不明者もいますしね。You know this place? Little Hope? No. I mean, I don't think so. You should both know Little Hope.ここで選択肢です。リトルホープって有名な街なの？ジョンは何か知ってそうだ。掘り下げてみようぜ。じゃあ知りたがっているを選ぼうかな。Why should I have heard of this place? Seriously, this place is steeped in history. Fascinating stuff. 歴史豊かな興味深い場所？もっと詳しく説明してくれおさん。じゃあこの選択でも再び知りたがっているを選択するね。How do you know all this stuff anyway? I'm a professional academic. I read books, unlike some. Easy, Einstein. I can match everything you got with just a smartphone. Well, your phone isn't so smart without a signal. はぁ、もったいぶったくせに何にも教えてくれなかったんだけど。イラッとしますね。せめてなんで有名なのかくらいは教えてほしかったんだぜ。フェンスが見えてきた。今んとこ家は愚か。道路にも車が一台も通りませんね。かなりの田舎町なんだろうか。Good to see you two. Finally.Everything okay? Sure. We took the scenic route. You sure as hell took your own sweet time. I was getting worried. I bet you were. この人たちあんまり仲が良さそうではないよね。さて合流できたのは幸いだが、こいつら霧の中から出れなくなってしまったようだ。出れなくなったって？ I don't like the look of that place at all. Maybe they won't ask for ID. さっき全員で横転したバスのところに戻ろうとしたんだが、行けども行けどもリトルホープの街に戻っちまう。だからダニエルが、もしかしたら全員とっくに死んでしまってるのかもなんて説まで唱え出した。そんなまさか。I'm not sure this is such a great idea. We should check it out. There could be a phone inside.この人たち全員死んでる説か。でもあり得る話だよね。だってあの衝撃で全員無事なんてちょっとおかしいよ。バスの運転手がこの場にいないのって、彼はまだ死んでないから、とか。あ、なんかそれっぽく思えてきた。とりあえず酒場に入ってみようぜ。誰かいるかもしれん。今の何クソ今作はやたらとジャンプスケアが多いな。さっきの話に戻るが、もし死んでるとしたら、ここは死後の世界か。他に人がいればいいんだけど。あ、やったよ人がいる。ここってバーか？見た感じ営業してそうではありません。じゃあなんでここで飲んでんだあのおっさん。このバーの元店主とかですかね。ひぃ、立ち込めてる霧といい不穏な落書きといい。この街おかしいよ。今はあの人物に話を聞くしかなさそうですね。悪い人とかじゃないよね。見た感じ丸腰だし、いざとなやこっちは人数有利だ。話しかけようぜ。Hi there. How you doing? ち、虫かよ。感じ悪いじいさんだぜ。Excuse me. But we're, looking for our bus driver. What? Have you seen him?Yeah, that's funny. What is? むっかー。鼻で笑われたんだけど。What's up with the fog outside? It's pretty weird. Yeah, sure is a thick one tonight. So thick it's stopping us from leaving. yeah, I know that feeling.
もしかしてこの人も閉じ込められてます? Sorry for busting in like this. Bus we were on crashed a little way back up the road there. We're still a little shaken up. We're still a lot shaken up. You certainly look shook up. I'm Vince. I need a mirror. Maybe there's one here not covered in 20 years of- Sounds like you could use a drink. Better not, thanks. I need to keep a clear head.このおっさんの名前はヴィンセントというらしい。そして残念ながらそれ以上の情報は得られなかったぜ。He's in a world of his own. An old darts board. I was pretty good back in the day. Stay. Play a little, no problem. I'm gonna take a look around. なんだなんだ、こんな時にダーツで遊ぼうってのか。いいじゃん、やってみようよ。楽しそうだし。You need an umbilical cord.At least I'm looking for a way out. What are you doing? Just a quick throw, then we'll figure out how we're getting out of here. Try for a big double. Not my first time, Daniel. Shooting for double 20.霊夢はダーツしたことないから20ダブルがどこか知らないんだけど、適当に投げちゃいましょう。あ、正解の場所に霊夢があったらレティクルが赤くなるのね。Okay, so you can play a little. Still got it. Now for triple 20.次はトリプル 20? それもどこだかわかんない。ここが死後の世界だとしたら、娯楽はダーツだけか。ゲームと動画がない死後の世界なんて。Well, almost an Olympic shot after the night we've had. They don't play darts in the Olympics. さてダーツはまだ続くみたい。おっさん嬉しそうだな。これはどこに投げろとか指定されてないよね。じゃあど真ん中狙いましょう。That is one hell of a shot. さてダーツはもういいや。そろそろ他の場所に移動したいな。Hey, this way. Let's get out of here and...You all hear that? I definitely heard something. 鐘の音? Did you hear that as well? Come on. Whatever it was, came from outside. You really think it's smart to go back outside? Well, there's nothing for us here. We need to move on. 割と近くから聞こえてきますよね。Best of luck. Hope you find what you're looking for.この近くに教会でもあんのか?でも夜中に鐘は鳴らさないよね。ヴィンセントはいろいろ知ってそうなんですけど。あれ?全部ブルズアイ?どうしたのマリサ?いやこれおかしいよな。何が?霊夢さっきのダーツ、どこに刺したか覚えてるか?はぁ、あ、20どうたらとか。いや覚えてないよ。なんでそんなこと聞くのよ。さっき、全部ど真ん中にぶっ刺さってたぞ。え、そんなわけなくないですか?でも確かに真ん中に3本とも刺さってたぞ。どういうこと?考えられる可能性は、怪奇現象か順の後に誰かが超高速でダーツで遊んだか、それか、制作人の手抜きか、失礼なこと言うなよ。He was weird, that old guy. Sure was something off about him. やっぱりここは普通の世界とは違うのかもしれんな。まさかここ異世界とかだったりして。事故からの転生?ありきたりだな。はがき発見。でも何にも書いてないじゃん。何今の映像?今のは予感ですね。たくさんある未来のうちの一部を見ることができるみたいです。アンドリューが人影に向かって銃構えてたぞ。ほんの一瞬だったからあんまり見えなかったけど、今のって人間、両肩からトゲみたいなの生えてたんだけど、もうちょい詳細な情報ないか?予感ってことはいずれインカウントすると思いますが、ここなんか光ってるや、なんだろ、紐?なんだこれ?ボロボロの木の枝か?手作りの人形っぽいですね。こういうのさっきどっかで見たよね。運転手さんが持ってた本に載ってたのと一緒ですね。ってことはこれ呪いの人形か?なんでこんなところに。まさかとは思うけど運転手さんが作ったの?あんな本読んでるくらいだし。そうかもな。What the hell is this thing? Looks like some kind of effigy. A warning, perhaps. Or some other spiritual significance. Whatever it is, it gives me the creeps. I don't know.I'm kind of curious about it. I've heard more than enough, thank you. おいおい後ろ今女の子走ってたぞ。黒い髪の赤い服の子だ。それ霊夢が道路で見た子じゃん。ってことはあの子はバスに引かれずに済んだのね。よかったー。いやそんなのんきに安心してる場合じゃありませんよ。こんな夜遅くに走り回ってる子なんて、事件に巻き込まれた子か幽霊かのどっちかですよ。あーそっか、ガキどもがうろついてない時間だもんな。しかも向こうから話しかけてはきません。こちらの様子を伺ってるのか、そもそもこの人たちにはあの子の姿が見えてないのかも。やっぱり言うな、はわわわわ。じゃあ、あの子は幽霊ってこと?おそらくは。Hey, can you come over here? アンドリューが何か見つけたみたいだぜ。What's wrong? I just saw someone in the woods. アンドリューには見えたのか? I can't see anyone. ここで選択肢です。固執しているか言い訳がましい。確かに女の子を見たもん。固執しているを選ぶよ。I definitely saw someone. 100%. Sorry, I don't buy it.Nobody would be out here at this ungodly hour.
それもそうなんだけど、でも確かにいたんだもん。少なくともバスの運転手も同じ女の子を目撃している。でもアンジェラが見てないなら信じてはもらえないよね。Okay. We really should catch up with the others. You too. We need to stick close. ちょっと、後ろ。今のは女の子じゃないぞ、全身真っ黒の。背中に何か担いでましたね。もうやだ帰りたい。Did you hear that? What on earth is that? Okay, very good. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. John, where are you? Daniel? Taylor? Come on, John, where are you? This isn't funny!さっきの音はアンジェラにも聞こえたみたいだね。女の子を探すべきだろうか。ここが死後の世界だとすれば、ここは地獄ですね。生前皆さん悪人だったってオチだったりして。確かに態度も口も仲も悪そうだけど、地獄に行くほどの悪人には見えないよ。Hey, wait for us! じゃあ、歌が聞こえる。静かにしろ。声の出所を探すんだ。What is that?他のメンバーの姿が見えません。はぐれてしまったのでは?それって結構まずいよね。みんなに追いつかないと、声が止んでしまったな。出どころわかんなかったや。しかし怪しい空間発見。何これ?焚き火の跡? Hey. Come and check this out. 石ころが並べてあるだけか? What on earth is that? Not a clue.石ころと、それから、人形かな?粗末な作りですね。誰かの落とし物でしょうか?随分汚れてるわね。あんまり触りたくないけど、お、針も刺さってる。作りかけなんだろうか。うわ、顔こっぱ。これ作りかけとかじゃなくて、呪いの人形の類でしょ。誰がこんな悪趣味なものを、触っただけで呪われたりしないよね。あれ?アーカイフの女。なんだ?何が起こった?いい、今女の子の耳にミイラみたいな。って、あれ?ミイラじゃない? What is your name, sir?この子の服、随分とアンティークっぽいんだが、この子って人間、いや突然現れたんだぜ。ここで選択肢です。礼儀正しいかショックを受けている。不気味な子だけど、挨拶は人間関係の基本だよね。相手は人間かどうかわからんぞ。礼儀正しいを選ぶよ。Andrew? Andrew? And your name, lady? Who the hell are you? Why are you dressed like that? I am called Mary. この子はメアリーっていうのか。I fashioned her with my own hand.その人形って。She looks just like the one beside you. Would you kindly come play with me? そっくりなんてもんじゃねえだろ。君の悪い顔、素材、針がぶっ刺さってる位置まで一緒だ。Come play with me. What witch's trickery is this now, Mary? I have done nothing. Hold your tongue. I say, truly are, Mary. え、もう一人来ましたよ。Reverend Carver's affection for you will be shaken loose when he learns of your infidelity with the devil. メアリーのこと怒ってるみたいだけど、この子何やらかしたんだろ。もう一人の人物はアンドリューたちに気づいてないのか。Emma, come back here. There's someone else out here by the fire. What? I don't see any fire. みんないつの間に。今の幻覚ですか。さっきのが何だったのかはわからんが、今回はここまでとしようか。また次回の動画で会えたら嬉しいよ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。ゆっくりリトルホープ、おまけ。さて前回の火事を覚えてるだろうか。ああ一家全員悲惨な死に方した。家が火に覆われてしまった時、ここで選択肢が出たんだが、私たちはメーガンを助ける方を選んだ。その結果メーガンもターナも消失しましたね。そうなんだよ。めちゃくちゃ後悔したよね。だよな。というわけで、このおまけではターナの方を助けようと思う。メーガンの方は選択が出た時点で手遅れだったもんね。気の毒な話だがな。さて選択の時点まで戻ったぜ。それじゃあ改めましてターナの方を助けるよ。確かこの後すぐに爆発が起こります。決して家の中に戻ってはいけませんよ。あいあい、さてこれでせめてターナだけでも助けられるかな。ちなみにアンソニーが助けに行こうと行かないと、メーガンの死に方に変化はなかったんだぜ。これはかわいそうがすぎる。火事の原因とはいえ幼い子供ですしね。どうするっつったって、そこからなら飛び降りれそうなもんだが、さすがに高すぎるのかな?さてここで選択肢です。選択肢?排水管を伝って降りろか窓を使え。窓を使って再び家の中に入るのは絶対なし。怖いだろうけど、排水管を伝って降りてきてもらおう。これでターニャが生き残れば、アンソニーは火の海に飛び込んでいかないかも。さあ勇気を出すんだターニャ。でももうすぐ家が崩れるから急いでください。へえ、バルコニーが凍ってるじゃないの。たとえ滑り落ちたとしても、頭から落ちたりしなければ、大怪我で済むかも。意外と排水管遠い、届かない。あええー、結局か。
助からないのね。このパターンだと即死できるだけまだマシなのかもしれんが。どちらを選んでも、一家全員亡くなり、アンソニーは火の海へ飛び込んでしまいました。